皆さんこんにちは、徳永えりです。徳永えりの徳つむ第2回始まりました。イエーイ。前回ね、もう本当にたくさん喋りすぎてしまって、まさかの第2回目あります。なので今日も皆さんよろしくお願いします。早速スタッフの山さんをお呼びしたいと思います。山さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日もローテンションですね。よろしくお願いします。今回はちょっとお仕事が、まあ、ない時って、はい、普段、まあ、プライベートで何してたりすることが多いですか？趣味とか含めてですけど。仕事がない時ですよね、はい、お家でもう本当にだらだら過ごして、はい、まあなんか家で普通にご飯を作り、 YouTube を見て、はい、で編み物が好きなので編み物をしたり、はい、手芸したり、あと突然踊りたいと思って家で爆音で踊ったりいい、ね、もう情緒がちょっとおかしいことになってるんですけど本当にそんな感じでなんか過ごしてますね、お家だと。編み物って、自己流ですか？いや、なんかそれもこう動画とかを見て、はい、それに習ってやってますね。一応現場中も結構現場の間は時間があるので、はい、なんか本読むのもあんまり得意じゃないし、携帯ずっと見てるのもちょっと疲れちゃうので、はい、一番いい方法ないんだろうと思ったら編み物だったんですよね。そう、無心になってこうぼーっとしながらやれるので、はい、一番いい時間の潰し方を見つけたのでお家でもやってます。なるほど、うん、ありがとうございます。いえいえ。ってことは、休みがあるってなったら予定を立ててどっか行こうとかっていうようなタイプではないですか？あんまり旅行に行きたいとかがない、はい、なんか行きたい気持ちはあるんですけど、多分すっごい面倒くさがり屋で誰かと一緒で誰かがなんかやってくれたら行く行くってなるんですけど、はい、そうですね、あんまりこう遠出とかっていうのもないですね。まあ友達と遊ぶとか、はい、そういう予定は立てますけど、どこか旅行に行くんだっていうのはそんなにないですね。割とその瞬間の気分とか、うん、なんかその日のテンションでやることを決めたりするっていうようなことが多い。そうですね、もう基本本当家にいます。特にまあコロナ禍になっちゃって余計に家にいて、気づいたら本当時間が過ぎ、一日何やってたんだろうなって思いながら寝たりします。なるほど、うん、ありがとうございます。僕もエリさんと10年ぐらい出会っては10年ぐらい経ってると思うんですけど、すごくやっぱり、はい、ポジティブな印象があるんですけれどもやった。それってもうずっと、うん、子供の頃からそういう性格ですか？多分もともとは目垢なんですよ、めちゃくちゃ、はいはい、で、まあこれは関西人だからっていう括りをしたら他の関西人には申し訳ないんですけど、はい、でもやっぱりなんか関西人なのでふざけたがりだし、うん、面白いことすごく好きだし、はい、っていう風に過ごしてたんですね、はい、でもやっぱりこのお仕事を始めて、でやっぱり大人の方たちに囲まれて、このフラームの方たちもそうですけど、はい、15、6で入った身としては、はい、すごく緊張してこうずっといい子ちゃんではいたんですよ、なんとなくなんか聞き分けのいい子でいなくちゃみたいな風に思ってて、で現場でも怒られないようにしなきゃと思って結構萎縮してた時期はあったので、なんかここまでパーンって現場で入れたかって言われると、ちょっとその10代20代は割となんか澄ました顔でいた気はします、うん、いい子ぶってた気がしますけど、はい、でももう30超えてなんかもういっかなって思えてなんかありません？そんなことないですか？30超えてあります。多分社会人になりたてとか、やっぱり20代前半ってやっぱそういったところがあると思うし、うん、もうまあ、20後半ぐらいからはなんとなく自分を出せてきて、うんうんうん、もう30超えたらもうね、うん、なんかもういいやってなっちゃったし、はい、怒られたら怒られたでなんかごめんなさいって言う、うん、素直に言おうっていうなんか切り替えができるようになったので、 そこがやっぱ大きいですね。だから多分最近ずっとこんな感じでヘラヘラしてるんだと思います。すごい。ネガティブになることもあります？ありますし、でも
その仕事の時、それこそ30を超えるまでは、なんかネガティブというか、ずっと考えたり悩んでないといけないんだ、役者とは、とは思ってたんですよ。なんか勝手な役者像で、なんかこうやってなんか集中してずっとお芝居のこと考えてないと失礼なんだって思ってたから、なんか悩んでないっていうのが怖かったというか、なんかそうしなきゃいけないんだって思ってたので、ずっとネガティブに捉えてたんですけど、もう疲れちゃったんですよね。なんかだし、それでいいものがやっぱりあんまり生まれてこなかったっていうのは事実としてあったので、考え方変わりましたね。なるほどですね。だからポジティブになりましたね、余計に。ありがとうございます。ちょっと次、最後のちょっとブロックなんですけど、はい、ちょっと久々の舞台が決まりまして、これ本当6人しかキャストのいない会話劇だと思うんですけど、ちょっと心境いかがかなと思って、いや僕も台本読んだんですけど、はい、なかなかあの骨太な、今私のこの顔を皆さんにお見せしたいぐらいのいや。なやっぱ舞台、私だから2年ぶりくらいなのかな、はい、で前回がねじ巻き鳥クロニクルというちょっと特殊な舞台で、あのミュージカルでもないけど歌ってるし踊ってるし表現してるしっていう、全くその次に参加させていただく作品とは本当にまるっきり違うので、多分ずっと会話なんですよね。でその会話劇が本当に止まらずに進んでいって、で物語を紡いでいく話なので、やっぱ緊張感がちょっと違いますね、まだやってもないけど、もうそもそもすごく緊張しいだし、もう舞台やってる時って本当に嫌な夢ばっかり見るんですよ。もうセリフは分からなくなるとか、出と散るとかって、もう本当に眠れなくなるし、もう嫌なんですよね。とっても、だけどやっぱりやった時の達成感というか、はい、やっぱり生もので、あのもちろん演出家だったりその舞台監督のスタッフさんの皆さんの力もお借りして舞台の上に立たせていただくんですけど、もう立ったら本当に役者同士しかいないっていう、はい、なんかその緊張感でお客様にお届けするっていうのはなかなかできることではないので、やりがいはやっぱりあるんですよね。そうですね。だからちょうど2年ぶりこれぐらいの時期に、そろそろ舞台やりたいかもなっていう、こう新芽が出始めた頃にこの話が来て、はい、はあ、やっぱりやんなきゃかって思いました、ね、まあでもある意味タイミングとしてはそのやっぱタイミングだったのかもしれないですね、うん、そうですよね、はい、なんか巡ってきてるんだなと思って、本当にありがたく参加させていただこうと思いました。はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、早いものでエンディングのお時間となりました。第2回徳永ゆの徳つむ、いかがだったでしょうか。1回目と2回目、お仕事のことだったりプライベートのことを、簡単ですがお話しできて、私はすごく楽しかったです。もし皆さんのリクエストがあれば第3回、4回、5回やりたいなと思いますので、ぜひリクエストお願いします。ということで、お相手は徳永えりでした。皆さんまたね、バイバーイ。